ラジオチャンネル。いやー時差ボケです。やっと時差ボケが治ったと思ったらまた明日からアメリカで。ハードっすね。ハードですよ。それでアメリカ行ってで帰ってくるでしょ。ほったらね1週間後でまたアメリカ行くんだよ。ニューアークと、ミネアポリス。だから時差ボケが治ってんのか治ってないのか、俺がボケてんのかボケてないのか分かりません。ボケてると思いますよ。はーい。ちょっと隣にいるのにご紹介してください。ちょっとあもう隣入ってるの。もう入ってますよ。もうフレーム入ってますから。もうはい、今日のゲストは野沢ロンガイ選手。よーっよーっ、お世話しております。お世話しております。はい、もう野沢選手もねもう約1年ですかね、引退されて。そうですね、1年ちょうど1年ぐらいですね。ちょうど1年もいこんなノリなんですか。こんなノリですよ。こんなノリですよ。ずっと結構今日気合い入れて考えてきたんですけど気抜いてください。はい、こんなノリいっちゃいますから。ずっとこの1年どうでしたか。1年は本当普通の暮らししてますね。普通の暮らし。今あの神社巡ったり、水族館行ってあの楽しく過ごしております。じゃあプロレスには全く。いやプロレスもまだノアの方で裏方で、あのお仕事ねしてますね。あのリングも作ってますよ、たまに手伝いで巡業回って、あそうですか。もう全然まあもうプロレスにこれ言っていいのかわからないですが、あんまり興味もなくなってきて。でもねそうなの、やっぱり自分が上手に育てたーってやって完全燃焼っていうか、まあこれで終わりってなったらねポッと切れると切れないみたいな感じになるんだよね。気にはなるんですけども、うん、やりたいとも思わなくて、逆にみんなすごいな、いつまでやるんだろう。そう。試合見ながら毎日思ってます。ノアの大会見ててよくこんなことやるなって、すごいなって。そんなに綺麗にスパッといけるもんなんですか、気持ちが。いや、多分やめてから多分俺やりたくなるんじゃないのかななんて思って、それはちょっと心配してたんですよ。ただ体が悪いんで、でもやりたいっつってもできないから、でも結局全くそれ心配することなくて水族館でイルカのショー見て、わすごいな。全然違います。すごいな。ちょろっと言われたんですけど、体もボロボロなんでって言われたんですけど、やっぱりこう見えないとこが、いやもう腰がもう背中が S 字になってまして。え S 字ってどういうことですか。あの背中がこうなって、まあ収録中ですよ、ラガさんレントゲン背中がこんな感じ。ああそういうことだ。あの縦にこうじゃなくて横にこう、はい、あえこういうそれこういうことですか。そういうこと。あこっち縦じゃないんだ。やっぱ椎間板が3つ潰れちゃってるって言われて、クッションになる部分が、はい、だからもうずっと寝てても痛いっていう。俺だから縦にこっちじゃないですか。僕もそうこれは普通じゃんか。あどうなんだろうって。そうじゃない。だからこの感じ、はい、本当にそうですね、本当に、はい、これ本当にお笑い話の骨、俺が骨だとするじゃん、こんな感じに回ってる。こっちは腰で、腰から来てこっちにグーッと言ったら今度キューッとこうやってこうなって、すごいこれ衝撃。だからもうまあや、まあ大怪我しもう、まあ、してるんですけど、もうこの時点でね、それがまあピンチが潰れてら十分な大怪我だよね。だからそれもあって、まあ遅かれ早かれ、まあやり残すこともそんなないかなと思って。もともとなんでプロレスになろうと思ったんですか。僕プロレスにそんなに好きだったとかなかったんですよ。あのでずっとサッカーやってまして、あの学生時代、高校、中学、小学校からですかね。あじゃあキャリア長いですよ。サッカーは、はい、そこそこあの県大会レベルだったら上の方だったんで
自分でもこれサッカーで飯食ってくるのかなぐらい、あの 夢は持ってたんですよ。その夢を持った少年がどうしてプロレスに、あの部活を引退して、まあ、就職するしないとかでこうそのサッカーあるところに実業団の就職するのかっていう時に、部活なくなってたまたま後楽園遊園地その仲間とあの遊びに行ったら、なぜか水道橋の駅の電柱にもまだなんかポスターとか貼ってありまして、昔はねでそこに人間バズーカ高野俊二で宇宙パワー襲来将軍 KY 若松とかってポスター貼ったって、なんだこれはと思ってなんかまあ歩いてたら怖いダフ屋の兄さんに、あー、いい席あるよ、いい席あるよ、学生って言われて1000円でいいよって言われて、これなんか、あ、買うしかないのかな、まあ、1000円ならって言ってプロレス見ようってなって、見てたらもう正直その時つまんなかったんですよ。なんかこれ俺の方が強いんじゃないかって、あの高校生ながらサッカーもやってて、その前半の試合を見てて誰も知らなかったので、そしたらメインイベントであの若松さんが、で宇宙パワーって謎のなんかこうやってるマスコミがいっぱい出てきて、でこっちからあの俊二さんがあのもうそれ見た瞬間僕プロレスだったんですよ。ほう、かっこいいと思って、だからプロレスっていうよりも高野俊二さんになりたいと思って、それでプロレスラーになろうってなっちゃったんですよ。ああ、じゃあプロレスに憧れたっていうよりも高野俊二さんに、はい、俊さんにもう憧れて、あんな風になりたいな。はい、じゃあまずどこに入門したんですか。それでもうその週刊プロレスとかもうまず知らなくて、まあそれで知ら、まあコンビニにあったんで買ったんですけど、まず高野俊二さんが試合した記事とかも載ってないわけですよ。だから次いつあるとかとはあんまりわからなくて、うん、で、たまたまちょっと時間が経ってあれして夜中になんか屋台村プロレス特集っていうのがやってまして、テレビで、うん、さあそこに高野俊二さんがいたんだろうって言ってがやってるって、まだちょっとかっこいいこと言ってたんですよ。ですぐあのメモって、で屋台村に行って入門させてくださいって言って入ったんですけど、そのなんかただ俊二さんが全く来ないんですよ、いないんですよ。で、2ヶ月ぐらい経って、そういえば高野俊二さんはやっぱ大きい大会とかそういうなんかじゃないとお見えにならないんですかねみたいな、ちょっと言えるように聞ける雰囲気になって、気心ってあるってね。たら、お前何言ってんのって言われて、やめたよって。で、っても言えないじゃないですか。しかもそこ入ってしまって俊二さんいないからやめると思う、いやいや、ね、言えなくて、もう肉がそれぞれどうしたなってで、うわーっともうこれどうしていいのかなっていうのが半年以上、そうですね、1年ぐらいありましたね。高野さんいないしね、はい、で1年ってやって悩みながらも続けてで一応なんか仮デビューみたいな感じでエキシビションでその屋台村さんで、いうことじゃん、あの本当に非公開みたいな感じでやらせていただいて、で、ああまあこれでやるしかないんだなって思ったら、言わなきゃいけないことがあるっつって屋台村が閉鎖することになったそれが違い、僕が8月にあれして、10月には言われましたね。12月で年内で、閉めるからって言われて、はい、それで、まあその時にはもうなんか俊二さんと屋台村の方々が、まあ揉めたというか、方向性の違いで俊二さんはいなくなったっていうのを聞いてたんですけど、俊さんとは結局その屋台村で何回お会いできたの。一回もあったんです。一回もあったで、屋台村がなくなるって
言われて、もう行けるんだったらあの好きなところ若いから挑戦しなさいって言われて、やっとその頃にはそのインディー界隈のあのなんていうんですか、あここはこういう人たちがいてっていうなんか団体がいっぱいあるんだっていうので、うん、俊二さんがいるところが分かったんですよ、 PWC っていう。ああ、はい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 。でそこに行きたい、いやもう行くってもう決めて、あの会場に本当に勝手に訪ねに行って、自我乱板な、ええ、そしたらあのどこの馬の骨かわからないやつ、弟子にはできねえよっつってあの引っ返されました。最初行った時にわーって。でも逆に僕それで、あこの人やっぱかっこいいと思っちゃったんですよ。えで帰ったんですよ。そので毎月1回しか PWC がやってなくて、でもう1回もう ぶっ飛ばされてもいいから、もう1回チャレンジしてみようと。でもう恐る恐る行ったんですよ本当に。そしたら「おおちび久しぶりだな」って言われて、「何お前うち入りたいの？」って入ってたら、「じゃあお前今日から俺の付き人な」って言われて。お前はって言って、下の名前カズシゲなんですけど、あのさカズシゲですって言ったら、カズシゲじゃあよろしくっつって、で明日から試合やれって言われて、ただ明日大会なかったんですよ。でそれでシュウさんのあの付き人で入ることになりまして、それで次のだから3ヶ月後ですね、もういきなりデビュー戦っていう形で、うん、将軍 KI 若松さんとシングルマッチでデビューしたんです。若松さんとデビュー戦、はい、嬉しいです。今でもやっぱり当時は当時は正直俊二さんとやりたかったとか、まあ、やっぱプロレスあんまり分かってなかったんで、まあ、いろいろ憧れるわけですね、若松さんかっていうのがあったんですけど、顔じゃないですけど、正直その子供ながらの、はい、あの夢をまだ追っかけてた時代だったんで、はい、それで若松さんとしてもうプロレスラーになったってわけです。僕はなんか波乱、デビューまで波乱満場だね。はい、そんなとにかくだからやっぱその時思ったのは、あの無知じゃやっぱ世の中生きていけないんだな。あの物事をやっぱ知っとかないと、あのやっぱ損したり上にはいけないんだなっていうのは学びましたよね。苦労したんだね。まあでデビューして、でもその時は本名なんですよね。そうです、本名で。それは論外ではないですね。はい、全然もう本名でやってて、本当に俊さんの付き人ついてあれして、でもデビューして俊さんついて9ヶ月後に俊さんが急に「俺もう辞めた」って、はい、一言言って帰っちゃったんですよ。俺もう辞めたっつって急に試合終わって、で契約してどうするの？いやもうあの一応次の月の大会は抑えてあったんで、俊二さん不在のままやって解散です。事実上解散です。どんだけ振り回すの。まあでも俺付き人だから、まあ、連絡あるんだろうと思って。あ、なんだろうね。ただなかったです。本当にやめたすごい。でどうするって言って DDT を立ち上げたんですよ、あの高木三四郎さんと。はい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 。ただなんかあの DDT をやるって言ったら、ちょっと俊さんがなんか怒ってるっていう情報がいっぱい入ってますね。あいつらで何ができるんだみたいな。いや自分辞めてるわけやん。俺辞めたっつって。でもうそれでもやっぱ僕はちょっとまだいまだに今もまだ俊さんのこと大好きで、やっぱり僕の最初の師匠だと思ってるんで、だもう一応筋通しにあの電話も出てくれないので、あの行っ
って、もう本当すいませんってあの TDT 旗揚げしますって言ったら、おい、言ったらお前はめちゃくちゃビビってるだろって言われて、はい、めちゃくちゃビビってます。よく来れたなって。でもお前はちゃんと来たからいいよって。でも高木三四郎は許さないって言ってました。最後に。そうなんだ。で、まあまあ俊さんのところにご挨拶行って、で、まあいいよって認めてもらって、はい、で、DDT をそのまま継続で、はい、作ったんですけど、1年ぐらいで辞めてるんですよ。DDT を、はい、え、なんで？だって立ち上げにいいんでしょ。でもやっぱりメジャー志向だったんですよ、その時やっと分かって、うん、プロレスが、うん、旗揚げしてもやっぱマスコミにも相手にされない、うん、で他のプロレスラーにもなんか相手にされない感じの、うん、やっぱ長所さんのインディ批判もあったりした時代にデビューして旗揚げしてるんで、やっぱ世間の風当たりは厳しかったので、それでやっぱこのままやっててもダメだなと思ってメキシコ行きますっつってやめますって言って、もう本当7万円と片道切符で、あの何のつてもなくメキシコ行っちゃいました。似てる似てる